皆様こんにちは、アジです。今回の動画では順飛びと逆飛びの概念、こちらについて解説の方を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、素数では順飛びと逆飛びの概念がありまして、まずですね、それぞれの言葉の意味合いなんですけども、まず順飛びはですね、今コンパネがですね、 1P 側バイソン、 2P 側が DJ となってるんですけども、まず順飛びというのは、コンパネと同じ側にいるキャラクターが、相手の方向に向かって飛びのことを言います。例えば、今回でしたら、バイソンが今、コンパネとしては、1P に位置してるんですけども、その同じ 1P 側ですね、同じ 1P 側から 2P 側に向かって飛ぶ、これが順飛びです。でそれに対して逆飛びというのはその逆ですね、今現在バイソンが、コンパネとしては 1P 側に位置してるんですけども、その逆側の今現在 2P にいる状態から 1P の方に向かって飛ぶ、これが逆飛びになります。さあ、疎通において順飛びと逆飛びで一体何が違うのか、これはですね、実は順飛びと逆飛びでめくりやすさの違いが実は出てるんですね。具体的に実例を見ていただければと思うんですけども、まずですね、今回、DJ 側にですね、ショージャックからめくりジャンプ中キックを仕掛ける、そういったレコーディングをさせております。それでですね、今現在、コンパネとしては DJ は 2P 側に位置してるんで、今この状態で 2P 側に位置している状態から前飛びすることによって、これは順飛びなんですね。で反対に、こちらの方ですね、今現在コンパネとしては DJ が 2P 側に位置しているんですけども、その逆の 1P 側に位置している状態から、2P の方に向かって飛ぶ、これが逆飛びになりますね。そしたらですね、両方でめくりジャンプ中キックを仕掛けてどのようになっているのかについて、一度映像の方をご覧いただければと思います。はい、まずは順飛びからいきます。今ので表ガードなんですね本当に見づらいですよね。今ので表ガードなんですよ。逆ガードできるのかどうかも一応念のためにチェックしておきましょう。逆ガードできました。はい、ということでですね、めくりの方がきちんと成功していることがお分かりかと思います。さあ、続いて 2P 側ですね。さあ、 2P 側ちょっと一回やってみましょうか。逆ガードいってみますね。いますはい、これスカるんですよ。もう一回ちょっとやってみましょうか。逆ガード入れてみます。はい、やはりスカりますね。ということでですね、疎通においてはですね、順飛びと逆飛びでめくりやすさに違いがあるということなんですね。でこれはですね、そもそも仕掛ける側のジャンプ攻撃のめくり性能の違い、それから受け手側の、ガードポーズによる、当たり判定の違いによって結構変わってくるんですね。例えばこれは、今回一例として最もめくり性能の高いジャンプ攻撃を持つ DJ のジャンプ中キックと、最もですね、立ちガードのポーズで当たり判定の小さいバイソンの2つで今試したんですね。で今こういった形で、間違いなく順飛びと逆飛びでめくり性能の違いに差が現れたことが確認できたかと思います。これ実はですね、逆のパターンでも実はよくわかる検証になるんですね。これはどういうことかというと、バイソンのジャンプ大キック、これ実はめくり性能あります。はい、でそれに対して DJ のタッチガード、これまたですね、バイソンほどではないんですけども、当たり判定は小さい方なんですね。一度こちらの方も見てみましょうか。はい、今ですね、バイソンに、ショーヘッドで大ダウンを取った後にジャンプ大キックでめくりを仕掛ける、そういったレコーディングをさせております。それでは同じようにですね、バイソンも順飛びと逆飛びで、それぞれどのように変わるのかについて、一度ご覧いただければと思います。それではまず順飛びの方から見ていきましょう。表ガードしてみます。表ガードできましたね。これ実は表ガード裏打ちのめくりなんですね。はい、でこれに対して裏ガードで食らうのかどうか確認してみましょうか。やはり裏ガードで食らいましたね。はい、
これで間違いなく表側と裏打ちのめくりだということがお分かりかと思います。さて今度は逆飛びの方も見ていきます。裏ガードを入れてみますね。あ、やっぱり疲れましたね。もう一回やってみましょう。あ、やっぱり疲れますね。はい、このようにですね、やはり、バイソンのこの表ガード裏打ちのジャンプ大キックですね、こちらの方についても順飛びと逆飛びで、めくりやすさに違いが出ているのがこれでお分かりかと思います。これについてはですね、逆飛びだから、絶対めくれないというわけではないんですよ。ただものすごくシビアになるというふうにご理解いただけると思うんですね。まあ、言ってしまえば実践レベルでは正直なかなかもう成功できないというぐらいにはシビアになるというふうに、ご理解いただければと思います。でですね、このように逆飛びからのめくりが非常にシビアになるようなパターンで、もしどうしても逆飛びからめくりを仕掛けたいといった場合に、一つですね、まあ、方法としてはかなりジャンプ攻撃を早出しして、高打点気味にですね、当てて、表ガードで無理やり当てるっていう、そういったパターンが、一つあります。例えばこの DJ バイソンで本来だったらですね、先ほどの仕様で、原則ダウンさせた時に逆飛びから置き攻めを仕掛ける場合はめくりにはいかないんですけども、どうしてもですね強引にめくりたいといったケースの場合は、例えばこういった形でですね、はい、かなり早出ししてジャンプ中キックを今これ出してるんですけども、これで表ガード裏打ちにすることはできます。ただこの方法ですとやはり地上技につなげるのは難しいんですね。今度そういったネックがあるんですよ。あくまでもジャンプ攻撃を当てるだけということで、まあ、コンボにはなかなかいけないというところで、まあ、やはりリターンはですねかなり落ちてしまうのかなっていうのが正直なところ、まあ、ありますよね。ですので、これはですね、もう一度言うように仕掛ける側のジャンプ攻撃のめくり性能の差、それから受け手側の立ちガードポーズの当たり判定の差によって変わってくるところであるんですけども、逆飛びからのめくりが、まあ、シビアになるようなパターンの場合は、原則ですね、逆飛びからはめくりを狙わずに、表からのアン飛びで、置き攻めを仕掛ける方が無難だと言えると思います。またですね、受け手側が、この順飛び逆飛びによる、めくりやすさの違いの仕様を知っていればですね、逆飛びでめくりを仕掛けられても、自信を持ってですね、逆ガードに入ってそのめくり攻撃をすかして、着地の隙に投げを入れたりとか、そういったこともできるわけですね。例えばこのような形で、先ほどの例の通りですね、まあ、バイソンが逆飛びで、ジャンプ大キックを仕掛けようとしていた場合にですね、もう自分はですねこの仕様を知ってますので、これは逆飛びだというところで、きちんとですね、裏ガードに入れて、投げで半角を入れるわけですね。っていう感じですね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、受け手側もこの仕様を知っていれば、逆飛びからのめくりに対して、きちんとですね、しっかりと自信を持って逆ガードに入れながら、投げ返し等を狙うことができるということになります。今回の動画では順飛びと逆飛びによって、めくりやすさに違いがあるというところを中心に解説の方をさせていただきました。意外とですねこの仕様を知らないという方がですね結構いらっしゃるようで、まあこれまでですね、めくり攻撃で、順飛び逆飛びの意識がですね、できていなかった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、今回の動画を参考にですね、きちんとですね、順飛び逆飛びの違いを明確に理解した上で、めくりに対してきちんと対処の方を行っていただければと思います。今回の動画はこれで終了させていただきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録いただけますと幸いでございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。